皆さんこんにちは。 NPO 法人東京レインボープライド共同代表理事の杉山文乃です。イージーです。東京レインボープライド2021プライドウィーク特別企画 LGBTQ の今を知る15選ということで、今回はテーマごとに各分野の専門家の方に解説いただいています。今回のテーマは LGBT の T をめぐる用語の変遷、大阪府立大学教授東優子さん、お願いします。こんにちは。 LGBT の T をめぐる用語の変遷でお話しさせていただきます、大阪府立大学の東優子と言います。まずは自己紹介を兼ねまして、私が日本のトランスコミュニティと交流するようになったきっかけについてご紹介したいと思います。1994年にトライマサエさんが FTM 日本というミニコミ誌を創刊されたということを知りまして、連絡を取らせていただいたというのが最初になります。私はその時に米国留学中だったんですけれども、確か性教育関連の雑誌の通信欄でそれを見たように思います。で、トライさんから埼玉医科大学の倫理委員会に性転換手術の実施に関する、倫理審査申請が出てるよということをお聞きしまして、で、ちょうどですね、国際学会、世界性化学会が横浜で開催されるということになっていましたので、日本におけるトランスセクシャリズムというシンポジウムを企画することにしました。で、その後なんですけれども、トライさんや森野ほのほさん、そしてこちらに名前があります、運営メンバーの野宮明さんらがこう立ち上げた自助支援グループ TS と TG を支える人々の会の運営メンバーとして活動するようになりました。だいたい月2回のペースで2006年までに113回の催しを企画運営してきました。で、現在は活動休止中なんですけれども、その活動内容の詳しいところはこちらの論文にでありますのでご覧ください。で、この画面に写っている写真なんですけれども、これが神田の学士会館で行われた第20回の催しの様子なんですね。それまでは完全にクローズドな状態で活動してきた、TSTG を支える人々の会だったんですけれども、この20回目にして初めて、公開の催しを開催することができました。シンポジウム、性同一性障害の過去現在未来というふうに書いてありますけれども、実はこの性同一性障害という言葉を、イベントのタイトルに使ったというのもこの第20回が初めてのことだったんですね。で、それまではというと、画面に映っていますように、例えば第1回から第11回までは、TS、トランスセクシャル、TG、トランスジェンダー、あるいは性転換といった言葉が使われていますね。というのを、懐かしく思い出したりするわけなんですけれども、自己紹介はこの辺にしまして、日本では当たり前に思えることが、海外から見ると実はそうでもないらしいよというようなお話から始めたいと思います。90年代半ばまでは GID という専門用語の存在はほとんど知られてなかった日本ですけれども、現在では社会的認知が進み、医療の分野だけでなく法律の名前にも国内学会の名前にも、それから教育分野、さらには当事者の自称としても性同一性障害という言葉が使われるようになっています。でもこれって実は世界的には珍しいらしいということで、こちらの記事を見てみてください。どうして日本のトランスジェンダーはディスオーダーであると言われたがるのかと書いてありますね。発達障害とか摂食障害といった診断名にも使われているディスオーダーという言葉なんですけれども、日本語ではその障害というふうに訳されることが多いんですけれども、本来あるべき状態にないから治療の対象になるといった意味なんですよね。で、障害という言葉について言えば、例えば障害の社会モデルというので言われるように、障害のある人々が直面する生きづらさというのは、障害者に問題があるのではなくて、社会
という環境の中で生み出されるものだといった使われ方がしますけれども、性同一性障害の障害はそういった意味で使われた作られたものではない、つけられたものではないという点を押さえていただくと、先ほどの記事ですね、どうして日本のトランスジェンダーはといった疑問が出てくる背景がわかると思うんですね。で、性同一性障害とか性転換症とか、あるいはそれ以前からある複層盗作症といった精神疾患概念がありますけれども、これっていうのは結局その社会のマジョリティとは異なるジェンダーやセクシュアリティのありよう、これを病理化する社会があって、でだからこそそれに対してこちらのポスターにありますようなトランスの非病理化に向けた、行動運動というものが長年こう展開されているわけなんですね。でもこの非病理化のこう推進というのは、当事者や当事者団体がだけではなくて、例として国際学会の動きをこう、ご紹介したいと思います。こちらのダブルパスというのは1970年代に発足した専門職者の集団、学会なんですけれども、もともとの名前はハリー・ベンジャミン性別違和協会というふうに、なっていまして、で、ハリー・ベンジャミンというのは、トランスセクシャルの父とも呼ばれた内分泌会員の名前です。で、ですけれども、学会は2006年に名称変更してトランスジェンダーの健康を名乗るようになりました。で、これが、この学会が非病理化に大きく舵を切ったということを内外に示したことになるわけですね。で、こうしたその動きというのはずっと以前からあったということが、学会誌の名前からもお分かりいただけるかと思います。1997年から発行されている、この学会誌、インターナショナル・ジャーナル・オブ・トランスジェンダリズムという名前になっています。さらに、この学会は SOC、スタンダード・オブ・ケアといって、例えばその日本精神神経学会が策定している診断と治療のガイドラインというのがありますね。で、こちらを作る際にも、参考にしたと呼ばれている国際的なガイドラインとして有名なんですけれども、その副題に、付けられていたのは最初はジェンダーディスフォリア、性別違和、でもこれが性同一性障害に変わり、そして、最新版である第7版こちらではトランスセクシャル、トランスジェンダー、ジェンダーに非同調な人々の健康というふうになっていまして、疾患概念や診断名を使うのをやめて健康という言葉を使っているのがポイントになります。ですから、こうした用語の変遷というのは、この学会が、トランスの非病理化をこう推進しているということをこう内外に知らしめるものでもあるわけですね。次にご紹介するのは国際的な診断基準における用語の変遷です。性同一性障害という診断名、疾患概念が記載されているものとしてはこの2つが、よく知られています。米国精神医学会の DSM、そして WHO の ICD なんですけれども、かつては同性愛もこの2つのマニュアルに記載された精神疾患だったわけですね。でもその同性愛がこの2つから削除されるのと入れ替わるようにして入ってきたのが性転換症なんです。で、しかし2021年現在、性同一性障害という診断名は2つのマニュアルからもう消えるということが決定しています。もう少し正確なところで言えば、2013年に発表された DSM で、性別違和というふうに名称変更されています。ただ、この DSM-5 というのは米国精神医学会が、出しているものですから、この名称変更はされたけれども、非病理化運動がこう主張してきた初期の目的というものは達成されなかったということになります。これとは全く異なる対応を取ったのが WHO ですね。
で、これまでその ICD と DMS っていうのはこう足並みを揃えるようなところがあったんですけれども、30年ぶりに大改定された WHO の国際疾病分類は、2018年世界保健総会で、採択されたんですけれども、性同一性障害ではなく、性別符号、gender incongruence という新しい概念を採用しています。で、しかも、これは単なる名称変更ではなくて、現在のその性同一性障害というのは、精神及び行動の障害に関する症に位置づけられているわけなんですけれども、性別符号は、今回新しく作られた章、性の健康に関連する状態というふうに位置づけられています。つまりここに、非精神病理化が実現したということになるわけですね。で、国際疾病分類に診断名、性別符号が残されたというのは、いろいろな国で事情が異なる中で、医療へのアクセスを断たれないようにするため、という意味合いが非常に強いです。で、ICD-11 が実際に発行されるのは2022年なんですけれども、性同一性障害大国である日本がですね、この、大改定にどういうふうに対応していくのかというところが今注目されています。で、日本では当事者に対して性同一性障害者という言葉が使われるのに対して、少なくとも英語圏ではトランスセクシャル、トランスジェンダー、トランスピープルといった言葉が使われるのが一般的です。で、もともとこれはですね、当事者運動で、使用されるようになった自称なんですけれども、じゃあトランスジェンダーってなんだという説明について、日本ではですね、心と体の性の不一致というような表現がよく使われますね。でも国際的な、今時の国際的な定義では、出生時に割り当てられた性別とは異なるという文言から始まるところにポイントがあります。例えばこちらの冊子なんですけれども、アジア太平洋地域におけるトランスピープルとトランスコミュニティに対する包括的ケアに関する報告書ですが、トランスジェンダーとは出生時に割り当てられた性別とは異なるジェンダーを自認する人々というふうに書かれており、さらに出生時に割り当てられたジェンダーに期待される役割とは異なるアイデンティティを表現することがある。トランスの人々、トランスジェンダーの人々というのはしばしば地元地域や社会、文化、宗教、スピリチュアルに固有なやり方で自己を定義することがあるというふうに書かれています。地域文化に固有なというと、例えばハワイのマフーとか、フィジーのフィネとか、インドのヒジラとかですね。こういうのを指しまして、日本で言うと、ニューハーフ、お鍋、X ジェンダー、女装化といった言葉がありますし、それからその当事者が使用する性同一性障害者という言葉も、日本という社会の事情とか背景を持つもので、単純にこれを、people with GID とか a person with gender identity disorder というふうには訳せない日本固有の意味とか使われ方がされているというふうにも言えます。で、もう一つですね、こちらの、Human Rights Watch が、報告書に登場する、定義も説明も読んでおきましょう。トランスジェンダーとは出生時に割り当てられた性別が自らの実感や周りが考えるジェンダーと一致しない人を包括的に指す言葉だ。この語は、出生証明で割り当てられた女または男の割り当てが自らが最もしっくりくると表現できるジェンダー、または、選べるならばそう表現したいというジェンダーとは一致しない人々とを指しているというふうにありますね。で、出生時に割り当てられたという今時のこういったその説明や表現も含めて、トランスジェンダーの定義そのものも、時代によって少しずつ異なってきましたし、そして、トランスという言葉が持つ意味も少しずつ異なっていますということでご紹介するのがこちらのスライドなんですけれども、例えば、
transform といった言葉に通じる、転換する、変形させる、変わる、変えるといった意味での、トランスセクシャルのトランスの意味というのがまずありますね。で、これに対して、もともとそのトランスジェンダーという言葉はですね、手術によって体の特徴を変えるということは望まないけれども、ジェンダーを越境する、その自分の望むジェンダーで生活をするといった意味で使用されてきました。女装界のゴッドマザーの異名を取る、バージニア・プリンスという人がこの言葉の生みの親だというふうにも言われているわけなんですけれども、トランスセクシャルではない彼女のような存在を精神医学はどういうふうに言ってきたかというと、バージニア・プリンスは男性である、男性の服装盗作者であるというような分類をしていたんですね。で、何がトランスセクシャルで何がトランスジェンダーじゃないかといったような、まあ、古典的な臨床像であるとか、他人から押し付けられる解釈とかレッテルに抗議して、バージニア・プリンスは、私は手術を望まない。ペニスをある。だけど私は女性であるというふうに主張して、トランスジェンダリストを自称するようになったのが最初だというふうにも言われています。三つ目のトランスが持つ意味なんですけれども、こちらに transcutaneous という単語、私も使ったことがないかなっていう単語に通じるものとして、こう through ですね。まあ、経費的っていうのはお薬、皮膚を通じてこう摂取するお薬、薬分みたいな意味ですね。だから、through する。通過するとか、あるいは、こう、虹の向こうに、みたいな、ビヨンドっていう意味。こういった意味のトランスですね。で、最近、富にこう、注目されている言葉が、この、ノンバイナリージェンダーという言葉なんですけれども、あ、ちなみに、この、トランスがつく言葉をヒントに考える3つのトランスというのは、私のオリジナルではなくて、20年前に書かれた、このケスラーとかマッケナーが書いた論文の中に登場するんですけれども、この20年前の論文に登場しないのが、このノンバイナリージェンダーという言葉で、なんですね。で、ノンバイナリー、バイナリーではないという意味で、じゃあ逆にバイナリーなジェンダーって何かっていうと、FTM、MTF、トランス男性、トランス女性などですね、こう、性別越境者とかトランスジェンダーという概念が、もうその従来の性別概念とは全く異なるものだとはいえ、この男ジェンダー、女ジェンダーといったそのこう枠組みみたいなものは、こう、少しこう透けて見えるようなところがあるわけですよね。で、このノンバイナリージェンダーというのは、かねてよりこうジェンダークイアとか X ジェンダーといった言葉がありますけれども、まあ、そういったものに通じる概念というふうに理解できるかと思います。で、先ほどのダブルパスの話に戻るんですけれども、この SOC7 にもですね、ジェンダーに非同調な人々、gender non-conforming people という言葉が出てくるんですけれども、これ当時として非常にまあ新しい言葉でしたね。で、SOC7 の中で書かれてあるんですけれども、こういったこう新しい知見とか実践とか、経験を積み重ねる中で、常に新しい言葉が、登場すると。で、生み出されると。で、ダブルパスはこれを非常に肯定的に評価して、学会として新しい用語を積極的に取り組んでいくといった姿勢を示しているんですけれども、そろそろその発表されると言われている最新版、第8版、SOC の第8版では、やはりこのノンバイナリージェンダーが登場するというふうに聞いています。楽しみですね。さて、いかがでしたでしょうか？いろいろこのトランスセクシャル、トランスジェンダー、ジェンダーに非同調な人々、ノンバイナリージェンダー、ジェンダークイア、エクスジェンダーなど、まあ、当事者がこう紡ぎ出すいろいろな事象とか故障とか用語っていうのは、考えてみますと、このジェンダーにまつわる個々人のすごく多様な経験をこう映し出す映写機みたいなものかなというふうに思ったりもするわけなんですけれども、で、
こういった言葉にはそのいろいろな文脈、当事者が置かれているこう状況とか背景というものがあるということも忘れないようにしたいというふうに思います。で、LGBT 基礎講座といったその研修会ではよくこうトランスジェンダーとはどういうことかとか、性同一性障害とはどういうものか、正しい知識、正しい理解をというふうに言われるんですけれども、この正しさっていうのは時代とか社会とか個人の都合で変化するものだということを忘れないようにしたいと思うんですね。まあそういったことを今日ご紹介した用語の変遷を通じてですね、そのまあ一旦でも感じ取っていただければ幸いです。最後の最後に私がおすすめする文献資料ということで、こう SOC7 全文ダウンロードできます。日本語訳作ってあります。ぜひご参照ください。それから次の2冊ですけれども、日本におけるトランスジェンダーを知る上で、語る上で欠かせない基本文献と言えるんじゃないかと思います。米沢泉さん編著のトランスジェンダリズム宣言。それから日本の豊かなトランスジェンダー文化の歴史を知ることができる三橋淳子さんの女装と日本人、ぜひご一読ください。それから映画ですね、浅沼さんが監督主演された I am here 私たちは共に生きている、これ2020年の東京ドキュメンタリー映画祭短編部門グランプリ受賞されたそうです。おめでとうございますね。この、トランスジェンダーもそうでない人も、もう共に、私たちは共に生きているっていう、まあ、素晴らしいメッセージが伝わってくる映画ですね。最後の最後、ジャック・バーンという、ニュージーランドのトランス男性で、国際的にも活躍している、活動家ですけれども、彼にですね、私が GID 学会の研究大会大会長をしたとき、トランスジェンダーの健康と権利をテーマにしたんですけれども、その時の講演録です。これもインターネットで全文ダウンロードできます。おすすめです。ということで、以上、東がお伝えしました LGBT の T をめぐる用語の変遷。これで終わります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひアンケートにお答えいただき、ご感想などお送りいただければと思います。次回のテーマは LGBTQ と国際社会、ぜひご覧ください。わかんないです。可愛いですよね。あ、薬？昔はキスをしたら HIV 感染するっていう。うちって怖いな。助けになるようなことをやってるっていうのすごいなんかいいなって。いろんな人を救えるようにって思ってくださってる会社。HIV に特化した会社があるんだ。そっか、きっとこれからもっと変わっていくんだろうな。Rather than to grieve, but to have humor. 常識よりも非常識を。Rather than for the past, but for the future. 意味なく群れるよりも意志のある孤立を。Rather than just for myself, but
but for the world. Rather than the world as it is now, but to a world better than ever.